安井淳一郎は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、食料品スーパー稲毛げや元店主、NPO 法人、東京いのちのポータルサイト理事、早稲田いのちの町づくり実行委員会実行委員長、日本ブラジリアン充実連盟顧問を歴任、東京都新宿区で、精肉店の長男として生まれる、早稲田高校を卒業後、 早稲田大学社会科学部に進学し、4年時まで在籍した者の,の中退。1972年に家業の稲毛屋に入社。1981年の父親の死去により社長に就任。小泉知事ドレンの一人に挙げられる。2005年、第44回衆議院議員総選挙の東京比例ブロック自由民主党名簿に搭載され、 自民党が小選挙区で圧勝したため、衆議院議員に当選。商店会長現職として、初の衆議院議員になる。出馬時に、理事長職を退任し、現在は理事。2008年3月には、議員連盟、商店街を蘇らせる、行動政策研究会を立ち上げた。2009年の第45回衆議院議員総選挙で落選。2010年7月、 第22回参議院議員通常選挙に自由、民主党比例代表から出馬するも落選。2011年3月11日の東日本大震災に際し、3月14日に赤ちゃん一時避難プロジェクトを立ち上げ、新潟県湯沢町との連携のもと、被災した多数の乳幼児、家族を湯沢町のホテル、エンゼルグランディアエチゴ中里に避難させる活動を実施。 2012年12月 NPO 法人地域通貨協議会理事長に就任。ありがとうございます。